ランボルギー・ニムル・シエラゴのブレンボ製ディスクブレーキブレンボはイタリア・ロンバルディア州ベルガモ県クルノに本社を置く自動車二輪車用ディスクブレーキメーカー。1961年創業。ブレンボはディスクブレーキが発明された頃とほぼ同時に創業したブレーキメーカーである。特にハイパフォーマンスカー向けの高性能ブレーキで世界的に有名である。 ブレーキメーカーとしては、後発といえるブレンボーであるが、1970年代には、早くも、その屈指の技術力を認められ、現在四輪車ではフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、メルセデス・ベンツ、BMW、レクサス等、二輪車では、ゥカティ、アプリリア、BMW、KTM、ハーレーダビッドソン、川崎、スズキ、ホンダ等の二輪車、イベコ、ルノートラック、 メルセデス・ベンツ、ボルボの商用車にまで装着されている。日本メーカー社向け純正採用製品には、住友電気工業にて、ライセンス生産されたものもある。F1、WRC、ITC、モートジッピー、SBK などのモータースポーツや、アフターマーケットにおいても高いシェアと絶対的な、性能を誇っている。生産拠点は、協力先を含めると、イタリアをはじめ、 アメリカ合衆国、スウェーデン、スペイン、ポーランド、中華人民共和国、インド、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンにある。社員数は約7000名で、うち約10%が技術者であるなお、日本法人のブレンボジャパンは、ブレンボ SPA の100%出資の子会社である。ありがとうございます。